Why Ruby was slow? といいうタイトルでアップさせていただきます自己紹介なんですけど、まあ、国分と ID で活動していて、もともとは ERB のメンテナンという形で Ruby コミットだったんですけど、まあ、最近は JIT コンパイラーっていう変なやつの開発しかしてなくて、えっと、IRB の,の色付けとか、あと LS とかショースみたいなコマンドを3.1から入れるんですけど、まあ、それとかもやったりとか、あとはストラクティングキーワードユニットっていう機能を足したの僕なんですけど、えっと、それが指定しなくてもキーワードを引数で出荷できるように、えっと、3.2からしようと思ったりとかしています。 あとトレージデータっていう会社でバックエンドのストレージ周りのサービスの開発をしています。ちょっと思い出話なんですけど、えっとルビー会議僕が最初に参加したのは2025円で、そこからそのまあ大体日本語で話すようにしてて、でそうすると、まあ、同通訳同実訳が入るんで、あのゆっくり喋らないと通訳の人に怒られるんですけど、まあ今回はちょっと英語の方をまあ録画なんで自分で英語を喋ることにして、日本語も自由になんか話すことにしました。 で2015年にそのハムレの早い処理系のハムリットっていうのを公開したんですけどそれが僕の最初の Ruby 会議のやつでそれがですね今はハムレのメインブランチにまあ回りされている状態で,ですねちょっとまあ初の Ruby 会議の成果が実を結んだみたいな状態になってますでこれがハムレ6でリリースされるかもしれないし、まあ、リバースされるかもしれないっていうまあ感じですねはいで本題なんですけど Ruby、えーまあ、がなぜあと、まあ、特に Rails で遅かったかっていう話をしたくて Ruby3.0 のリリースノートが出た時に、まあ、こういう OptCaret っていうベンチマークで Ruby3.0 の自っと有効化したバージョンは Ruby2.0 より3倍速いですっていうのを出したんですけど、まあ、同じリリースノートにですね、えっとまあ、レールズだとこれはまだ速くなりませんっていう話を書いててで、まあ、逆にそのっと有効化するとレールズだと遅くなってしまうっていう状況だったんですねで最近それがまあちょっと発見があってそうじゃないという話なんですけど えっと、これがこのグラフだと1.0を超えていればジ i t がバーチャルマシンより速いっていうグラフで、えっと、これ全部のバージョンでジ i t の方が VM より遅いってなってるんですけど、えっと、これがデフォルトの設定を使っている場合でそのこれちょっと設定をいじるとこうやってその1を超えられるようになったんですね Ruby3.0 で,でこれが何でだったかっていう話をしたいんですけどそのこの ここで有効にしているオプションのは何かっていうとそのマックスキャッシュ、えー、と1万っていうところが違くてその、まあ、実としてできるメソッドが、まあ、1万まで許しますよっていうオプションを渡すと3.0からは早くなりましたっていう感じです。でつまりま3.0じゃないと,、えー、とレールズ早くできなかったということで3.0にまあすごくいいお最適が入ったっていうことなんですけどそのエムジットのアーキテクチャが悪さをしていたと僕は思っていて。 えっと、エムジットっていうのは、まあ、C のコンパイラーを使って、えっと、ネイティブコードを生成してでそれを DLOPEN っていう関数を使ってロードしてくるっていうふうなアーキテクチャなんですけどこれを普通に使うとですね DLOPEN で開く共有オブジェクトがそれぞれまあ共有というかその、まあ、重複したコードを持ってしまうんですねそうするとまあコードのサイズがどんどん大きくなってあの、まあ、キャッシュに対して、まあ、悪影響が出るっていう感じなんですよでそれをではその 別のメソッドをその同時にコン,パイルするコンパクションという処理をする、えっときになるべく重複、なるべくというか、まあ、重複が発生しないような、えっと、実装に切り替えて、えっと、コードサイズがまあ1メガバイトとかその1000メストで1メガバイトとかあったのがまあ250キロバイトぐらいまで減ってあのだいぶ効率が良くなってその、まあ、バーチャルマシンよりも速くなるようにそれによってできましたという感じでした。e m ジ i t で問題があったのはそれだけじゃなくて そのまあ、コンパイルに1メソッドあたりまあ大体50から200ミリセカンドぐらいかかるんですけどでそれをやった上でかつそのあの最適化をやり,かしやり直したりとかしているときに何台もコンパイルしないといけないので結局トータルで5分ぐらいかかってしまうことがあるんですねその1000メソッドをレーズンに対してコンパイルするときにでまあウォームアップにまず時間かかってしまうっていうだけじゃなくてそのコンパイルが走っている間に GCC って結構重い処理を走らせるので CPU 全体が結構重くなってしまうんですね なので、えーと、Ruby のメインのスリットも遅くなってしまってて、だから 5, 5分の間、まあ、とにかくじっとしないよりもず,ずっと遅くなる状態が続くので、まあ、結構それが厳しいというのが現状です。あとはその、まあ、共有オブジェクトという形でコードを生成しないといけないので、えー、とそれを使うと、まあ、ちょっとだけ遅くない、えー、と本来でき生成できるはずのネイティブコイルより若干遅くなったりとかをしています。まあ、これは、まあ、2、3サイクルなので、大したことはないんですけど。で、あとは、 ジットのアーキテクチャがまあそういう理由でまあうんと重要ですよねという話をしたくて、m トのこの問題を解決するためにまあ3年ぐらいかかったというのがそもそも問題だし、それによってその僕が他の最適化にかける時間が結構減ってしまったんですね。だからまあ開発、どういうアーキテクチャを取るかによってまあ開発がどのくらいのスピードでできるかというのが結構変わってきますし、あとはまあその僕らだけじゃなくでジットデベロッパーだけの話じゃなくて、 そのウォームアップにどのくらい時間がかかるかっていうのは普通に Ruby を使っている人たちがどうやって Ruby を使うかにも結構影響してくるわけですよ。例えば、レイズをまあそのサービスインするときにその完全に早くなってからサービスインしたいっていうふうになるとデプロイに1サーバーあたり5分かけないといけないことになってしまうのでそれは結構しんどいですしあとはその、えー、とウォームアップに時間がかかる間、まあ、遅いような用途だと困ってしまう例えば 競技、まあ、プログラミングの話をここからするんですけど、まあ、とかだとその、まあ、5分も待ってられないので,、えーっとまあ、でも困りますよねっていう話ですだから実装、まあ、がどういうふうに実装され,実装されているかっていうのは結構ふだん皆さんがどうやってリビュース化かにも結構影響するかなと思っていて、まあ、だから、まあ、どういうアーキテクチャになる,かなるべきだよねっていうのをここ、まあ、で話してるって感じですねで実際その競技プログラミングに関してその あのアットコーダーっていうサイトがあってそれがその、まあ、言語の,そのラ,ンランタイムをアップデートするときに、まあ、どういうなんかアイデアをこう募集してたんですけどジ i t コンパイラーがそのなんだろう共有プログラミングで書くようなプログラムって結構最適化しやすいコードなんですよ m ジ i t でなんで、まあ、なんかあった方がいいんじゃないかというアイデアを出したんですけど、まあ、これ結局却下されてですね まあ、MGT に2つ問題があってさっき言った通おりジットでコンパイルしてる間、まあ、遅くなるのでその特に RubyGems のディセーブルとかをやってないと、まあ、多分2秒とかの間ずっと RubyGems とかのコンパイルが走り続けて、まあ、絶対遅くなるっていうのとあとは Ruby、えーまあ、を停止するときにジットコンパイラーのスレッドを待たないといけなくなってしまっててでそのコンパイル自体にまあ少なくとも50とか,か 200ms かかるので、まあ、絶対に何だろう キャンセルしていきなり停止というのができないので、しないようにしているので、まあ、その今走っている GCC を待っている時間もプラスされて、何万人いるよというのは結構厳しいという感じなんですね。で、えー、他にもその、ブラディミア・マカロフという人が、えーとまあ、ミア・ミールという、その、シルビオの、その、なんだろう、シルビオにというか、ま、ずっとコンパイラっの、えー、とインフラスタクチャーを開発している人がいるんですけど、 このプロジェクトがうまくいったら、まあ、GoLanguage が、まあ、Ruby のなんだろうマーケットシェアを取っていくのをど,どうにかできるんじゃないかみたいなことを言っててあともう一人その y t っていう SoFi の ZIT、えーまあ、コンパイラーを開発している人がいるんですけどその人も、まあ、Python は今 ZIT を持ってなくて、えーとまあ、それ ZIT コンパイラーを持ってないような言語はどんどん滅びていくんじゃないかみたいなことを言っててだから、まあ、Ruby がいい ZIT コンパイラーを持てば、まあ、Python がその ルビーと,と同じような場所で戦っているようなマーケットシェアにおいては勝てるんじゃないかみたいなことをしているという感じですね。でまあ、つまりまあそういう問題エリアで、まあ、ルビーがいい成果を出すために、まあ、どういうアーキテクチャを取るべきかというのを、まあ、このトークでは話したいという感じです。でまあ実動開発者だけじゃなくて、まあ、皆さんの用途にもかかりますよという話ですね。でちょっと実、まあ、動の こういろんなプロジェクトが進行しているので、えっと、どういうものがあるかというのをちょっと紹介したいんですけど、その一番左の YZ っていうやつが、Shopify が今開発しているやつで、えっと、m っとは完全に独立したプロジェクトで,ですね、まあ、フルスクラッチであのアセンブリを直接書くような、で今は多分 X、まあ、X86 をサポートしているだけの状態だと思います。でえっとまあ、コードジェネーターが、まあ、自分でアセンブルしているような感じなので、まあ、もう上から下まで全部自分で書いているというような感じです。 で今、そのレイズのベンチマークでその m t が5%ぐらい速くなるというさっきのグラフがそういう感じだったんですけど、まあ、y t はもっと全然短いウォームアップで、まあ、10%ぐらい速くなるところまでいってるみたいです。で、まあ、その当の m t がその右から2番目にある僕のやつなんですけど、えー、と m t コンパイル .c って書いてあるやつが今の実装で、まあ、y あーすません m t の,の C コンパイラでコード生成をしていてっていう感じなんですけどもともとこれはその m t というプロジェクトはブラディミア・マカロフというその一番右にいる人 が、えっと、発案したやつで,でその時はその、えっと、バーチャルマシンも丸ごと置き換える RTL っていうバーチャルマシンに丸ごと置き換えるアイディアだったんですけど、まあ、それはやんなくてもというかそれやると結構リスクがあるので僕はそれやんなくても早くできるんじゃないかというふうなのを、まあ、実験してて3.0の時点で、まあ、その元の実装より早くなったんで、まあ、いらなかったよねというのが現状の実装になりますでただその、まあ、や,やるという現状,現状の、えっと、バーチャルマシンの上で、まあ、いろいろできることがあってその 現状の C のコードを生成する mz.compile.c を使ったままでも、そのブラディミアという人が作っている m ミー l っていうジ i t コンパイラのそのインフラストラクチャーを使うことができて、m ミ e ルはその C のコードを取って m ミー l っていう独自のインターナルリプレゼンテーションに変換することができるので、まるごと今の実装を置き換えなくても m ミ e ルというプロジェクトを使うことができますが、 C のコードを生成して、それをパースして、もう一回コンパイルというふうにしていると、まあ、実際、コンパイルにオーバーヘッドがちょっとかかってしまうので、えっとまあ、メリールを直接生成するみたいなコ、えっと、プロジェクトも、ブラデミアは考えているようです。そうすると、現状の実装はまあ丸ごとなくなるみたいな感じにはなります。はい。で、でじゃあ、具体的にどういう話をしたいかというと、まあ、メンテナビリティの話と、あとは、ジットコンパイラが中間表現をどういうものを使いたいかという話と、 あとは、コンパイルの方式とか、あと、生成コードをどうするかっていう話と、あと、アーキテクチャによってできる最適化が変わってくるので、まあ、どれが可能なのかっていう話をしようと思いますで。まず最初にメンテナビリティの話をするんですけど、まあ、そもそもなんか結構いろんなデメリットを述べましたけど、まあ、なんで MZIP を僕らが選んだかっていうと、まあ、メンテナビリティ的にすごくありがたいというやり方なんですね。 何かっていうと、その C のコードを生成して、まあ、それをそのネイティブコードに C コンパイラーがコンパイルするわけなので、その C コンパイラーにそのデバッグ情報を生成させて、えー、GDB で Ruby のインタープリーターをデバッグしているときに、そのジットされたコードに飛んでも,もう C のコードを見ることができるんですね。その普通のジットコンパイラーを使ってそのネイティブコードを直接吐いて、えー、とやると、まあ、デバッグインフォメーションをつけることはあんまりないというか、その C のコードとかはそもそも存在しないので、まあ、できなくなるわけですけど、 えとそれをやってしまうと、まあ、デバッグをするときに、まあ、そのマシン特有のネイティブコードを、まあのアセンブラをまあ読むことになるので、まあ、ちょっとまあやりづらいという感じですね。でそれがまあ m、G、t だとできたのができなくなってしまうみたいなことは、まあ、ちょっと考えないといけないなという感じです。まあ、トレードオフですね。m、G、t の利点はそれだけじゃなくてその、まあ、これ笹原さんのアイデアなんですけどもともと えっと、MZIT のもともとの実装って、そのバーチャルマシンの命令1個1個ごとにハードコードをして、その自分たちでその、まあ、コンパイルした後というか、なんだろう、ZIT コンパイラー用の C のコードを、まあ、ハードコードしてたんですけど、そうすると、例えばバーチャルマシンの設定、設定じゃない、えっと、実装が変わってしまったときに、それに自動的に追従できなくて、ZIT とバーチャルマシンの実装が変わってしまったりとか、あとはバーチャルマシンに新しいメト命令が追加されると、ZIT コンパイラー側にも対応が必要になって、まあ、バーチャルマシンの命令がしんどいという話がありました。 で今の MZ の実装はどうなっているかというとそのデフォルトでは、えー、とバーチャルマシンに追加された C のコードをそのまま使うように、えー、と作っていてそうするとその、まあ、最適化どうやっているんだという話なんですけど、えー、と最適化したい、えー、と命令と例えばセンドっていうメソッドディスパッチの命令とか、えー、とインスタンスン数をゲットする命令とかは、えー、と特別なハードコードした、えー、と実装をかぶせるようにしていて それによって、その早くしたいところを早くして、別に早くすることができないインストラクションに関しては、まあ、勝手に実装が追加されて、そのバーチャルマシンをメンテする人が実装に気を取らなくて済むようにしているっていう感じですね。で、まあ、これをやっていると実装の処理系多分あんまりなくて、例えば、y トはそのサポートしない変数、変数じゃない、えっと、命令があったら、まあ、そこはスキップするみたいな風になるんですけど、 そうすると、その実頭できる範囲がか、えー、と限られたりとか、そのバーチャルマシンと実頭の中で行き来すると、i ャッシュに結構問題が生じるので、まあ、可能であれば、そのバーチャルマシンに命令が追加されても、まあ、自動的にそれが、えーと、例えば C のコードをまあネイティブコードに変換するみたいなことをして、まあ、自動でサポートされるようにした方が、あのバーチャルマシンと実頭を行き来するみたいな回数がまあ減らしやすくなると思います。で、その、まあ、これやってるのって別に、 GCC がその全部 C コンパイル、C のコードにコンパイルすると GC が勝手に最適化していけるからいやってるわけじゃなくて、これ考えてる人結構いるんですけど、まあ、実際には単にこの、まあ、自動でメンテされるようにするために今やってるっていうだけですね。だから実際の MZ の最適化っていうのは、の m、G、とコンパイル .c に書いてあるアルゴリズムが問題で、そ,のそっちの方がメインで、まあ、GCC はあまり大したことはやってないっていう感じです。 ジットコンパイラーのメンテナンスが今 C で書かれてるんですけど、まあ、その結構複雑なある、えー、と最適化を実装したくなってきたときに、まあ、Ruby で書きたいっていう気持ちがどんどん湧いてきてしまうんですね。な、ま、ん、あ、でかというと、まあ、テンペエンテン,エンジンとかを過去に僕は Ruby でメンテンしてたので、まあ、その複雑なそういうアルゴリズムをえっと書くときに、まあ、Ruby で書けたらまあ嬉しいよねっていう話があるんですけど、まあ、それをやるとジットコンパイラー自体がジットコンパイラーの対象になってしまって、まあ、ちょっと考えることが増えてしまうんですね。 例えば、ジットコンパイラーでよく使っているメソッドが、まあ、ホットスポットになってしまったりとかしいるので、まあ、それを除外する必要性を考えたりとか、えっと、あとはその、まあ、ラクターで例えばジットコンパイラーを作るとその g v で取らなくて済むわけですけど、でそうすると、ラクターをマルチラクターで動かすと、そのシングルラクターに比べて結構遅くなる場所が今のところあってですね、まあ、それをどうにかしないといけなくて、一、まあ、つのアイデアとしては、まあ、ラクターを毎回作って、まあ、消すみたいなことをやっていれば、ジットコンパイラーが走ってない間では、 まあ影響がないようにするみたいなアイデアがあったりとかあとは Ruby をフォークーしてえっとなんかまあコンパイル用のプロセスを用意してそこでパイプ通信してまあなんかコンパイルさせて,もしていただくみたいなアイデアもあるって感じですねまあただそれやるのは結構大変どっちもいろいろトレードオフがあるのでとりあえず現状は C のまま進めるかもしれないですねで中間表現の話をしたいんですけどそのまあコンパイラって中間表現っていうのを使ってまあ最適化をすることが多くて その例えば C からネイティブコードにコンパイルするまでにその例えば GC って GCC 特有の中間表現を使ってその中間表現をゴニョゴニョすることによってまあ最適化するんですけどと、まあ、コンパイラーにもできればそういうのが欲しくて y a、えっとまあ、や e v の、えっと、命令をそのネイティブコードにじゃあ、まあ、C のコー,にネイティブコードに直接変換するんじゃなくて、まあ、その間になんかその最適化をサポートする情報をまあメンテする表現が欲しくて でまあ、それに近いと思っているのが、そのあさっき紹介した、ブラディミアさんが作った RTL っていう VM はですね、えっと、バーチャルマシンの命令の数が結構多くて、でそれなんでかというと、その普通にバーチャルマシンの命令をディスパッチするだけじゃなくて、なんかランタイムの情報に依存して、命令を特別な命令に変えたりするんですね。具体的に言うと、例えばプラスっていう命令があったら、それを、えっと、イントのプラスなのか、フロートのプラスなのかみたいな風に命令を切り分けてて、 その今のやる l だとプラスっ全部1個のプラスって命令の中で分岐してやってるんですけど、まあ、それがまあ命令単位でまあ切り分けてるっていうふうになっていてでそれをやると何が嬉しいかっていうと、まあ、ジットコンパイラーがその命令をコンパイルするときにそ,の、まあ、そこのプラス命令はまあインテージャーが来る想定だったっていうのがまあ分かるみたいなでプロファイリングとして使っているって感じなんですよでだから、まあえっとまあやる v だと今はそのレイヤーが、えっと、ないというか、まあ、な,いない扱いなことになってますけど ただ、それって別に必ずしも VM のイメリやらないとい,けないわけじゃなくて例えば、まあ、プロファイル専用のコードを ZIT、うん、コンパイルに生成させてでその1回プロファイリングしたコード用のコードで何回か走らせた後にそこで分かった情報を使って、まあ、再度コンパイルしなすていうことが可能で、まあ、今の MZIT が実際にはそうなっているのとかあとは YZIT もベーシックブロックバージョニングっていうテクニックを使っているんですけど、まあ、それもまあ大体似たようなことになるというかその最適化 バージョンニングというかその、まあ、いろんな方法で最適化ができるような行動にどっちもなっていますね。だから別にそのバーチャルマシーンの命令でそれを表現する必要はないという話でした。あとは C のメソッド、CRuby って今いろんなコアのメソッドが C で実装されているんですけど、そうすると,、えー、と Jet コンパイラーの重要な最適化の一つであるメソッドインライニングが結構難しくなってしまうんですね。 ただ、の C の言語をパースして、いろいろ最適化できる、えっとまあ i p のインフラストラクチャーを使っていれば、それを最適化することができて、具体的には例えば LLVM を使っていればいいわけですけど、まあ、そうすると LLVM がビルデザインに入ったりとかして結構大変なので、まあそ,のまあ、そういった問題を解決するために今作られているのが m e e ルっていうそのベラディミ i さんが作っているやつなんですけど、まあ、それをやると C のメソッドもパースして、一緒にインライニングして、さ、え、ら、っと、に最適化を同時にやるみたいなことができるようになります。 ただ、Ruby、の C のメソッドって Ruby としての情報が欠落しているので、結構そこでできるサーティック化で限られてて、理想的にはジットコンパイル的にはその C で実装されているメソッドは Ruby で書き換えられているい方が嬉しくて、t r フ f f l e r u b y とかはコアの,のメソッドは基本的には Ruby で書かれているので早くて、ただ C 拡張とかに関しては仕方ないので LRuby も使ってまあ一緒に IR に変換して活性化しているという感じだったりします。 でえー、とコンパイル方法とかコード生成の話なんですけどその m a g i t って今 m a g i t コンパイル用のスレットが今立っててで平行にコンパイルするっていう感じなんですよ。でそれはなんでかっていうと ZIT、まあ、コンパイルのするのに、まあ、50とか 200ms とかかかっちゃうのが普通なので、まあ、それをメインスレットで待ってると、まあ、ちょっと大変というか、えーとまあ、遅くなりすぎるので、まあ、平行にやってるわけなんですよ。 ただ、えっと、YZ とかミールみたいな、まあ、その、えっと、処理系じゃない、えっと、まあ、インフラストラクチャーとかフレームワークを使うと、そのメソッド1個コンパイルするにかかる時間が、まあ、1年間で全然かからないっていうふうになるので、まあ、そうすると、そのメインセットでいきなりコンパイルして、まあ、待ってても、まあ、別に問題にならなくなりうるので、まあ、YZ とかはそういうアーキテクションを採用しててで、そうすると、その、まあ、MZ ワーカーセットの面って結構大変だったりとか、 あと、まあそうですねあの、ロック取って、あとフォークがそこで同時に発生したら、なんか、動、ま、機、あまあ、をやってとかいうので、結構バグが発生したりするんですけど、まあ、そういうのが起きにくくなるっていう感じです。で、まあそもそもコンパイル速度が早いと、まあ、ウォームアップに、まあ、例えば5分とかかかんなくなるので、えっとまあ、実際使いやすくなるので、そのコンパイルに時間がかからないようなアーキテクチャにするのも、まあ実際の用途に結構影響があるかなと思います。 でコード生成に何を使うかはもう結構そのなんか用途に影響があると思ってて C コンパイラーを使っているとその C コンパイラーをまあランタイムにインストールしないといけなくて例えばアットコーダーの、えっと、環境の中にも C コンパイラー入れないと m とが動かないっていう風になったりとかあとは例えば LLVM を直接ビルドで一緒に使ってやるとそのビルドする時に LLVM が必要だしなおかつその配布された Ruby のバイナリのサイズも結構大きくなってしまうっていう問題が発生するんですね。 ただそれをその代わりに m i、まあ、ルとか YZ を使うと何が嬉しいかというと Ruby、まあの,そ,のそれを実装するために必要なコードのサイズが小さいので、えっと、バイナリーサイズが小さいままえっとィングでいてくれるというメリットがありますで最後にそのアーキテクチャの選択によってどういう、えっと、最適化ができるかというのが制限される例を紹介したいんですけど、えっと、m トを使うとその C のコードで生成しているのでネイティブコードを直接生成とかできないんですよで エムジットじゃなくて、バーチャルマシンって命令をそのダイレクトセッティングっていうテクニックでえっとまあディスパッチしてるんですけど、ジャンプ命令をその使って、バーチャルマシンのコード内をジャンプで飛び回るっていうふうになってるんですね。ただ、の C のコード、C コンパイラーで生成するコードって普通に C の関数で作るしかないので、それはコールでしか呼び出せないんですよ。なぜかというと、ジャンプしてそこに飛んでしまうと、C の関数なんで最後にリターンして、もともとコールじゃないといけないっていうふうになっているので、これは使えないんですが、 そのまあちょっとまあガチャガチャやるとまあ j a p ップを使うことがまあ実験としてはできてでまあやってみたんですけどまあ実際にはコールの方が早かったのでまあエミリレットをするとそのコールじゃないといけないっていう制約がかかってしまうんです普通にやるとコールじゃないといけないという制約がかかってしまうんですがまあ実際にはコールでもよかったというふうなえと結論になりましたなのでここはまあ一応問題にはなりませんでしたがまあもうちょっと問題になってくるのはその ジットでその最適化したコードを生成した後に、それがその最適化の、例えばメソッドが最適化されてしまいましたみたいな時に、えっときに、元に戻したいということがあるんですよで。それをゼロコストでやる方法が、まあ、他のジットの処理系ではあって、例えば、えっと、そのメモリを読む、えっと、リードインストラクションを挿入しておいて、えっと、そのメモリをまあインバリデートすることによって、えっと、セグビーをそこで発生させて、そのセグビーのシグナルハンドラーによって、まあ、全てをやり直すという方法があるんですけど、 それやるにはそのネイティブコードがどうやって生成されているかっていうのを完全に知っている必要があって、まあ、MZ だと C のコンパイラーが何を生成しているか全然わからないので、まあ、無理ですとあとは、えっと、コード生成したコードを後から、まあ、ガリガリ書き換えてなんかどうにかする方法もあるんですけど、まあ、それも C コンパイラーに依存している、まあ、我々ではちょっと難しいっていう感じですねでまあそうするとそのこういうことまで必要になってきた時には MZ だとしんどいっていう話ですで最後に、えっと、メソッドフレームスキップっていう MZ でも可能なテクニックがあるんですけど これはそのメソッドをび出すときってそのバックトレースにえっとフレームを1個プッシュするんですけどこれに結構時間かかるのでこれスキップ必要じゃなければスキップするということができるんですよ。 でこれが2.7ぐらいかやってるんですけど、そのこれやったときにそのメソッドが、例えばメモリーが足りなくなってレイズしますみたいなメソッドだとこれができないんですね。ただ、レイズするときにバック,バックテイストが必要になってしまうんですけど、その時にそにレイズする瞬間に後からフレームをプッシュするっていうことが可能で、なんでかっていうとその C, のバック C レベルでのバックテイストを見て、えっと、これはじっとしたメソッドですねっていうのが分かれば、えっと、それができるわけですね。 C のバックトリスを見るっていうのは CRuby のも,もうすでに実装が入っているので、まあ、MZ でもそれを使えば、まあ、後からフレームをプッシュするようにしてデフォルトではスキップするというのが、まあ、このなんじゃないかなというのが、まあ、今の考えですが、まあ、こういうのも結構 MZ だというような、まあ、アーキテクチャによって結構難しくなるよという話ですでまとめとしては、まあ、これまで話したような、えっと、トレードオフがあるので、まあその,のアーキテクチャをどうするかというのは、まあ、それを開発する人だけの問題じゃなくての使う人にも結構影響があるので できれば皆さんも何というかまあこうやじを飛ばしてほしいというかまあなんか変なアーキテクチャが入りそうになったらそれは僕らも困るんじゃないのかっていうのをまあ声を上げてほうがいい可能性もまあ,ありますよっていう話でした。以上です。